世界中のいかなる国民でも礼儀という点で日本人に勝るものはない。身分の低い農民から最も身分の高い大名に至るまで大変礼儀正しい。何度も何度もありがとうございますと繰り返すバスの女車掌やエレベーターガール。そして世界の偉人たちは驚いたんだよ。江戸時代の日本人は身分の差にかかわらず読み書きすることができたんだ。教育水準の高さを測る指標の一つがね、識字率。日本人は数百年にわたって世界の中でもずっとレベルが高かったんだ。幕末や明治の時代に日本へ訪れた黒船来航で有名なカール・ブレス・マシュー・ペリー、日本に来て驚いたんだよ。読み書きは普及していて学ぶことに対してとても熱心である。彼らは日本のことばかりではなく外国の地理や様々な進歩的な考え、知識、歴史についても知っている。ヨーロッパの戦争、アメリカの革命、ワシントンやボナパルトについても的確な情報を持っていた。ペリー提督、日本遠征記、アメリカ人地質学者のパンペリもこんなことを言っているよ。日本の教育はヨーロッパの最も文明化された国民と同じくらい普及していて、少なくとも日本文字と中国文字で構成されている国語を読み書きできない男女がいない。日本統査機構、実際武士階級の識字率は 100% だったと言われているよ。だけどこの時代だよ。驚くことに普通の町人や農民、庶民たちが 40% ほどは読み書きできたんだ。江戸に住む子供たちに関しては 70% から 80%。 さらには本当の中心街に限って言えば 90% の子供たちが読み書きできたんだ。さっき紹介したアメリカ人地質学者のパンペリがヨーロッパの最も文明的な人たちと比べて説明していたけど、同じ時代のイギリス中心地ロンドン、庶民や貧しい家庭の子どもたちは識字率に関して 10% もなかったんだ。そこから比べて江戸時代の日本の子どもたちがどれほど高いレベルの教育を受けていたかがわかるんだよ。こんにちは、日本大好き外国人のマストゥラです。チャンネル登録がまだの方は新しい動画を見逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。今回はこちらの本、日本は外国人にどう見られていたか、日本再発見クラブ知的生き方文庫、こちらを参考に皆さんと一緒に考えていこうと思います。現在の世界は日本だと当たり前に義務教育があるから、ほぼ 100% の割合で文字の読み書きはできるよね。世界を比べてみるとちょっと震え出たになるけれども、2016年に 86% まで世界の識字率は伸びていると言われている。それでも学校に通うことができない子どもたちが約5800万人、そして読み書きができない大人は7億8100万人いると言われている。読み書きができないことは危険や恐怖だと思うんだ。当然本が読めないことや手紙が書けない、大人になって少しでも良い国を目指したいと考えても戦況に行くことも
投票することも社会のインフラサービスを受けることさえできない人が7億8100万人もいるんだよ。日本と違い、海外であれば買い物する時でさえ騙されてしまうよ。日本ではお店の人やレジの人、お客さんのお金を声に結ぶ人はいないけどね。海外では数字を数えられない、文字を読めない、それは騙されることと結ばれることと決まってしまう。病気になってもお薬を飲み方もわからない。危ないしね。地域によってはまだ地雷が残っているところもある。警告や看板も理解することができないと命にも関わることもあるんだよ。それほど文字の読み書きが重要なんだよね。当然仕事も選ぶこともできないよね。そういった生活にいるお母さんや子供たちは貧しいとかお金のこともあるかもしれない。でもね、テレビで見たことあるかもしれないけれど、水を汲みに行くだけで片道1時間2時間頭の上に水もめを乗せて生活用の水を1日に何度か繰り返すだけで学校に行く時間もなんかないんだよ。彼らは1日の大半を水を運ぶだけで1日が終わってしまうことは当たり前の毎日なんだよ。実は世界の水問題はこういうこともあるんだ。多分字が読めない、数字が数えられない、人は時間の計算もできない。だから水のある近くに住む、そんな簡単な選択も難しいのかもしれないんだよ。日本だったら考えられないよね。水を汲んでくるだけで1日が終わる。だから学校も行けない、文字も読めない、そんな人たちが世界にはいっぱいいるんだよ。だからアフリカとかでは女性の識字率は余計に低い。日本人は何百年も前から文字を読み書きできたんだよ。過去動画で江戸時代の日本は寺子屋があった話をしたよ。イギリス人旅行家のイザベラ・バードが日本では庶民でさえ本を読んでいる姿をよく目にすると言っているんだよ。夕方になると子供たちの声が聞こえると言うんだ。予習のために本を読む子供たちの声がどこの家からも聞こえてきたと。それは都会でも田舎でも日本人は本を読んでいると驚いているんだよ。まだこちらも見てない方はぜひぜひ見てください。江戸時代の日本では寺子屋が普及して、多くの子どもたちが読み書きはもちろんそろばんの教育が施されてたんだよ。今の子どもたちは日本でもそろばんは習うことはなくなったって聞いたんだ。それでも日本人は外国人と比べ暗算ができるよね。これは意外と外国人では暗算が得意ではない人が多いんだ。実は私も暗算は苦手だよ。友達と雑貨屋さんやスーパーなど買い物行った時ね、その子は日本人だったんだけど、マストラーもう5000円ぐらい、これ買いすぎだよね。私はうんそうだねって言ったけど、細かい商品いっぱいカゴに入れていたから、本当はカゴに入れている商品の金額がいくらであるかなんてことは計算することもしていなかったんだよ。その子はソロバンをやっていたんだ。合計金額だけでなくて消費税が 8% の時、それも暗算ですぐに計算したからびっくりした。そうそう、話を戻しますね。江戸時代にはあちこちに寺子屋があったから、日本人の識字率はとても高かったんだ。それと同時に
本を作れる出版の技術、これも江戸時代には発展していた。江戸時代には挿絵の入った笑いのあるような本、感動するような本が人気となっていたんだ。歴史や伝説を題材にした本も次々に出版されていき、庶民の娯楽となっていたんだよ。イギリス人外交官でサッカーのオリファントは、日本では普通の兵士ですら絶えず本を読んでいると感心しているんだよ。ザ・タイムズ、東京の駿河台に通称ニコライ・ローを建立したロシア人狩猟司祭ニコライ・カサートキも、また日本人の庶民がいかに読書を楽しんでいるのか話しているんだよ。日本には多くの貸本屋がある。そして信じられないほどの安い値段で本を気軽に借りて読むことができる。しかもこちらからその貸本屋へ向かうことは必要もない。なぜなら本は毎日どんな横丁、どんなに狭い工事でも配達されるから。すっごいよね。その時代に発送レンタルがあるんだよ。本はどれもボロボロになるまで読まれていて、ページによっては何が書いてあったのかさえ読み取れなくなるほど読み込まれている。日本の庶民が本を読むかの証拠であると驚いていたんだよ。そんな日本の読み書きを揺るがす大変なことが、敗戦後の日本でマレーシア人である私にとって日本語、そして漢字は本当に難しいんだよ。でもそれとは関係なくね、最大の危機だったかもしれない。1945年、敗戦後の日本で連合国軍総司令部自閉式は国語教育で漢字を廃止し、日本語をロマ字にしようとする計画あったんだよ。もしもその時漢字がなくなっていったらどうなっていたんだろう。自閉式は漢字が日本人を軍国主義に走らせたんだと考えたのかもしれない。それにはね、一億総玉砕、国民特攻、このような漢字がマイナスを作ったと、漢字という悪魔の文字を除去する必要があるって判断されたんだって。極端だなって思います。多分アメリカはアメリカで日本のことが怖かったんだろうなって思います。それとアメリカ人はアルファベットの方が優れていると思っていたんだと思う。そこで GHQ は難しい漢字のせいで日本人の識字率が低いことを示そうと全国調査を始めるんだよね。調査は1948年8月に全国から約1万7000人を相手に調査した。一問一答として90点満点で採点され、平均点は100点満点に換算して78点だった。文字が読み書きできない人はわずか 2% しかいなかったんだ。結果、日本から漢字廃止に持っていくことは自閉式でもできなかったんだよ。漢字が廃止にされていたら、マレーシアにいる時見たあの面白い漢字の書いた T シャツ見かけることできなかったかもしれないよね。目の前にちょっと怖そうな人がいたんだよ。オラオラ系な。だけどその人がすごいのが、後ろ姿を見た時なんだ。 T シャツの背中にバカって書いてあったから、はいと答えてしまったよ。それともう一つ覚えているのはクールガイ、冷ややっこ。これも面白いよね。ちょっと話がずれてしまいましたが、 GHQ がまさか漢字を廃止にしようとしていたんだね。でもマレーシアも実はロマ字表記になっているんだよ。言葉自体はマレー語なんだけど、もともとはね、ジャーウィ文字という
アラビア語を改良して作られた文字だったんだよ。見つかった最高のジャウィ文字はマレーシアのトレンガヌー州で1303年と記載のあるものが見つかっているんだよ。だけどイギリス統治下の1904年にローマ字が採用されたんだ。それはね、ジャウィはマレー文学やその他の伝統文学を表現するものであるという考えがあったんだ。それが伝統や文化が残ることで植民地統治にとって脅威となるって考えたんだと思うよ。だから日本も漢字を奪うことを必要に感じたかもしれません。そうは言っても私もジャウィ文字を使った読み書きはほとんどできないんだよ。今はブルネイやマレーシアのトレンガヌタイの一部くらいしか日常では使われていない。この伝統文化といえば日本に来て感じた日本人の礼儀正しさ、これも日本の素晴らしい文化だと思うよ。エンゲルベルト・ケンペル、ドイツ人医師で日本史の著者、17世紀末に出島のオランダ商館に勤務したドイツ人医師、彼はこんなことを言っているよ。世界中のいかなる国民でも礼儀という点で日本人に勝るものはない。身分の低い農民から最も身分の高い大名に至るまで大変礼儀正しいので、我々は日本全体を礼儀作法を教える高等学校と呼んでもいいだろう。明治期に活躍したイギリス人ジャーナリストジョン・レイリー・ブラック、彼はこう言ったよ。通りかかりに休もうとする外国人はほとんど例外なく歓待され、おはようと気持ちいい挨拶を受けた。この挨拶は道で会う人、畑で働く人、村の人々から絶えず受けるものだった。日本人に挨拶されてブラックはとっても気分を良くしたと言っているよ。ヤングジャパン、バジルホール、チエンバレン、イギリス人日本学者、彼はこう言っている。日本人の挨拶は心底から生ずる礼儀であって、日本人の真の親切心に根ざすものである。彼は日本人の精神性の高さにまで感動しているんだよ。日本人物史、ドイツ人考古学者アインリッヒ・シュリーマン、長い船旅で好かれた彼は税関での検閲を面倒だと感じ、税関の職員に対しこれで通してくれと金を差し出した。そこからが驚きだったんだ。彼は胸に手を当て、日本男児だと金銭の受け取りを拒否。日本中国旅行機、そのため旅行カバンのチェックを受けることになった。ここでも日本人のスマートさに驚いたんだ。非常に好意的な親切気回りない言葉で応対して、私に対し深い敬意を持ってさようならと言った。これはどういうことかというと、今の時代ならちょっとおかしなことかもしれない。それでも税関の職員は金銭などは受け取らずに、カバンをチェックは簡単に済ませてくれたんだ。シュリーマン、彼は言うよ。お金によって義務を怠るということは日本人にとっては人間としての尊厳を咎めるものとしてみなされていることを意味しているのだろう。ブルーノ・タウトはドイツ人建築家、1933年ナチスの迫害から逃れるため来日し3年半滞在した。1933年だから昭和8年だね。その時代公共交通機関を利用した彼はこう言ったよ。道路を避けるとき互いにありがとうと言い交わす自動車運転手、何度も何度もありがとうございますと繰り返すバスの
女車掌やエレベーターがある満員で乗客に立っていてもらわなければならないことを詫びる車掌、手袋をはめた鉄道従業員の丁寧な態度はやはり素晴らしい。動画でここまで見てくれた皆さんは気づいていると思います。日本人はそれが庶民の子であろうが大名の子供であろうがみんな民度が高く、そして礼儀正しい。海外から来た偉人たちはみんな自分の国では考えられないこと、それは一般大衆まで日本人は学ぼうとする心がある。海外であればインテリなエリートであればマナーも心がけているかもしれない。学ぼうとする高学心もあるかもしれない。でも日本人はみんな勉強熱心だった。初代中日総領事タウンセント・ハリス、日本人は庶民も一つでも多くのことを学ぼうとする。身分が違うから知識を増やしても意味がないなどとは考えない。私もね、日本との出会いがなければ行ってしまったかもしれない。身分が違うから知識を増やしても意味がないって。でも今は違うよ。はっきりと言える。日本語を一生懸命勉強してきたことは私にとって大きな意味があるよ。それはね、日本に来られたからね。幸せです。ありがとう。アストラ、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。